皆さんこんにちは、ココナです。今回の記事はよりいちがすごすぎるについてです。それではどうぞ。よりいち、次国よりいち、誰よりも強く美しい、全てにおいて完璧なよりいち。今思ったのですが、無惨がよりいちに憎悪を抱いているのはよりいちが完璧すぎるからというのも理由の一つにあるのでしょう。無惨は完璧な状態で変わらないことを好みます。ただでさえ日の光を浴びれないという弱点があるのに、よりいちという人間にも負けてしまっていては悔しくて仕方ないでしょう。ではよりいちの凄さをもう少し考えてみたいと思います。あざ、よりいちは生まれつきあざがありました。そしてよりいちはあざによる寿命を乗り越え、年寄りになるまで生き続けることができました。このことから、おそらくよりいちは生まれつきあざがあることにより心拍数を上げることに耐性があったのではないかと思います。もともとの心臓の作りが違うため、常にあざを発現していても常人並みの寿命を迎えることができる。むしろ常人より長生きしているような気がします。まさか心臓が2つあるとかないですよね。透き通る世界。よりいちは幼い頃から透き通る世界が見えていました。これも生まれつきなのかもしれません。先ほどのあざによる寿命に関して、この透き通る世界も長生きに関係しているものと思われます。透き通る世界を見るためには必要最低限の動きで動く必要があります。通常あざを発現すると心拍数は上がります。しかし透き通る世界を見れる状態にあると心拍数を最小限に抑えることができる、そういうことなのではないでしょうか。これが長生きの秘訣ということは、炭治郎や姫島さんもとりあえず大丈夫ということになりますよね。もし透き通る世界が長生きの秘訣なら、黒脂肪は鬼になる意味がなかったということにもなります。それはそれで悲しいですね。呼吸。よりいちこそが始まりの呼吸の剣士。よりいちは先天的に呼吸を使え、それを皆に教えることで様々な呼吸を生み出してきました。よりいちが使うのは火の呼吸です。178話現在では火の呼吸の型というのは登場していません。よりいちは格闘を使い、誰よりも強いということが分かっているだけです。もしかしたら火の呼吸は透き通る世界同様、余分なものを取り除いた呼吸なのかもしれません。ということは、よりいちが長生きできた理由に火の呼吸も関係してくるのかもしれません。一旦まとめると、よりいちは生まれつきあざがあったため、もともと体に耐性があった。そして透き通る世界と火の呼吸という最小限の動きで最大限の強さを実現することも、よりいちは生まれつき可能だった。こうなります。よりいちくん強すぎ。感情。ここでもう一つ気になることがあります。それはよりいちは鼻も利くのではないかということです。完璧すぎるよりいちですから、炭治郎のあの能力も持っていてもおかしくはありません。炭治郎が忍の感情を読み取った時のことを覚えていますか。炭治郎は笑っている忍に対して怒っていますかと、匂いから感情を読み取っていました。これがよりいちにも使えたのではないかと。もし使えたとするなら、よりいちの近くにいた黒脂肪こと道勝はずっと自分の憎悪を読み取られていたことになります。兄の憎悪の感情を知りながら兄のために尽くそうとしたよりいち。もらった笛を捨てることなく、年をとっても大事にしていたよりいち。なんていい弟なのでしょう。まとめ的なもの。完璧すぎて道勝も無惨も憎悪まで抱いてしまう存在であるよりいち。黒脂肪は言っていました。お前の周囲にいる人間は皆お前に焦がれて手を伸ばし、もがき苦しむ以外道はない。これってよりいちが周りの感情を知っていたとするなら、よりいちも苦しかったということになります。周りは皆よりいちに焦がれて、最終的にはもがき苦しむのですから。そのあたりの描写も今後よりいち目線の回想から明らかになるかもしれないですね。それでは今回はこのあたりで。